オブ・モントリオールはアメリカ合衆国のロックバンド。1996年、ジョージア州アセンズでフロントマン・ソングライターのケビン・バーンズを中心に結成。1997年にアルバムチェリー・ビールでデビューして以降、2020年現在までに16枚のスタジオアルバムを発表している。同郷のバンド、アップルズ・イン・ステレオやエルフ・パワー等と共に音楽サークル、 レベル、エレファント6に参加するバンドの一つでもある。1996年、ジョージア州アセンズで、フロントマンソングライターのケビン・バーンズを中心に結成される。1997年にアルバム、チェリー・ビールでデビュー。2007年、8作目のアルバム、ヒッシング・ファウナ、アーユー・ザ・デストロイヤーが、批評家から高く評価され、世界的に広く知られるようになる。 2015年6月3日から日本ツアーオブ・モントリオール・ジャパンツアー2015を開催。結成以来の中心人物であるケビン・バーンズがすべての曲を作曲しており、ビートルズやビーチボーイズから影響を受けたサイケデリック・ポップを基盤としつつも、デビット・ボーイやプリンスからの影響も大きく、エレクトロニカ、アフロビート、グラムロック、リズムブルース、 ファンクなど多彩なジャンルの要素が混在している。様々な影響を取り入れて音楽性を変化させ続けてきたためにメンバーの脱退も多く、ほぼケビン・バーンズ一人で制作した作品も存在する。ライブではケビン・バーンズが演劇やコメディの要素を取り入れた奇抜なパフォーマンスを披露し、かつてステージ上で馬に乗る、全裸になる、等のパフォーマンスを行った。また、 ケビン・バーンズの弟であるデビッド・バーンズはアートワークを手掛けている。フロントマンのケビン・バーンズ担当楽器は固定されておらず、しばしば使用楽器を変えている。ツアーメンバー、レコーディング参加のみのメンバーも含む、ありがとうございます。